こんにちは。一級建築士、インテリアコーディネーター、宅建士の金黒です。日本の政策金利は、2024年3月19日のマイナス金利政策解除で17年ぶりに利上げになり、さらに約4ヶ月後の7月31日には、政策金利を 0.25% に利上げしました。1年で2回利上げするとは、昨年の今頃ではなかなか予想が難しい状況でした。日本銀行の利上げを受け、10月から多くの銀行が変動金利の住宅ローン金利を引き上げました。しかし、金利据え置きの銀行もあったりと、銀行間で対応が分かれています。一部先行して利上げをしていたネット銀行は現在ほぼ一斉に金利を上げています。現在は日本銀行による今年3回目の追加利上げを12月に決定するのかが注目されています。住宅価格が値上がりしている上に、金利上昇は住宅業界にとってもかなり大きな影響があります。また、現在変動金利で住宅ローンを利用している人も金利の状況を気にされています。7割の方が変動金利の住宅ローンを利用されていることから、私の YouTube 動画のコメントや直接メッセージをいただき、金利の状況を解説してほしいとのご要望が多く、そのご要望にお答えすべき現在のアナリストの予測をご紹介します。日本銀行の植田総裁の直近の発言からご紹介します。11月21日に都内で開かれたパリユーロプラスファイナンシャルフォーラム2024の質疑応答で、植田総裁は英語で答えた内容として、現時点で会合の結果を予測するのは不可能だと話され、その上で次回の金融政策決定会合が開かれる12月に向けてまだ1ヶ月程度ある、それまでの期間に非常に多くのデータや情報が利用可能となるだろうと述べています。この発言を受け、日銀ウォッチャーの多くは日銀に利上げを促す最大の要因は円安だと見ていて、為替市場ではここ数週間で円安が進み、11月24日現在で1ドル154円77銭の状況で、輸入物価の上昇によるインフレ圧力が高まっています。今年7月の追加利上げは一部の投資家にとって予想外の決定となり、8月の市場では一時急速に円高になったり、株価が大きく下落したりと混乱につながった一因と見られていました。7月の混乱を踏まえ、前もって追加利上げを匂わすシグナルを出すのではと予測されていて、シグナルを発するのであれば11月18日の名古屋市での講演の可能性が高いと見られていました。この講演で総裁は政策判断の鍵を握る注目点として、海外の見通しと賃金と物価の好循環の2点を挙げています。このことを踏まえ、利上げについては経済・物価の見通しが実現していくとすれば、それに応じて引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくと答えています。日本の追加利上げの原因として円安が大きな要因といえますが、アメリカの FRB パウエル議長は先週、この2年間でインフレ率は大幅に低下、アメリカ経済は利下げを急ぐ必要があるというシグナルを発していないと語り、慎重に利下げペースを判断する考えを示しています。この発言からアメリカのマーケットでは FRB の利下げペースが少し鈍化するのではという憶測が広がっています。アメリカの金利が高止まりすると円安ドル高が進行することになります。背景にはトランプ次期大統領が大型減税、関税引き上げの方針を出しているだけに、インフレ再燃につながるかもしれないという思惑から、アメリカの長期金利が上昇し円安ドル高につながりかねません。円安の流れが加速すると日本では輸入品の価格上昇が高まり、12月18日から19日の金融政策決定会合で追加利上げを決めるとの観測も強くなっています。ただ日本銀行の植田総裁がアメリカ経済に関して丁寧に点検と論じたことで、日本銀行が追加利上げを急いでないとも取れます。
これからの数週間で円安が急に進行しない限りは、12月の追加利上げはないと予測しているアナリストもいます。12月に追加利上げはしないと予測しているアナリストも、来年1月に利上げするのがメインシナリオだと予測していることから、早ければ12月、場合によっては来年1月に追加利上げになり、政策金利が 0.5% になりそうです。早ければ12月、場合によっては来年1月に追加利上げになり、政策金利が 0.5% になるとすれば、変動金利の住宅ローン金利が上がるのは数ヶ月遅れの来年春に利上げになる可能性が出てきました。来年春には変動金利の住宅ローンは 0.7% 程度になるかもしれません。逆に長期固定のフラット35は住宅支援の意味合いもあり、金利据え置きの観測も予測されていることから、変動金利と固定金利の差は縮まる可能性が出てきています。とはいえ銀行も民間企業への融資先が減り、個人の住宅ローンの件数を増やしたい思惑から、銀行間の金利競争が激化し、変動金利をまだ大幅に上げない可能性もあります。現実的にも住宅の契約数が減ってきているので、住宅ローンの新規申し込み件数は減っているようです。一方で、借り換えの割合は若干増加している銀行が増え、住宅ローンを借りている人が金利に対してシビアになってきていると言えます。また、銀行によっては、円普通預金残高の増加額に応じて、住宅ローンの利息の一部を3年間毎月現金でキャッシュバックするキャンペーンを行う銀行や、住宅ローンとセットの団体信用生命保険の金利上乗せ幅を小さくする銀行などもあり、手数料や保証料などを含め銀行も何らかの対策を取ってくることも考えられます。しかし来年春まではまだ半年はあるので、まだ世の中がどう動くのかは分かりません。為替相場や株価の状況で銀行の運用状況によって状況が変わってきたり、トランプ大統領の動向やウクライナ情勢や中東情勢など世界情勢も不透明です。おおむね12月、早ければ来年1月に日本の政策金利は追加利上げの可能性が高いことから、来年春に変動金利の住宅ローンが金利上昇する可能性があることに注意しながら備えておくというのが今の段階では妥当と言えます。